少し前、ブラックピンクが公開したピンクベノムが世界中で大きな話題になりました。ピンクベノムはミュージックビデオの公開からわずか24時間で9000万回を超える YouTube 再生回数を記録し、 K-POP ガールズグループの中でも最も速い速度で1億回再生を達成することに成功しました。現在は2億回再生を超え、3億回再生達成を目の前にしている状況。 Spotify でもストリーミング1億回を突破するなど、ものすごい成績を次々と記録しています。およそ2年ぶりにカムバックしたこともあり、さまざまな音楽番組に出演し、これまでファンたちに見せられなかったステージを存分に披露し、忙しい毎日を送っています。しかし、あるテレビ局の音楽番組では審議会での不適格判定を受け、音楽番組のチャートから外されてしまうなどの驚くべきニュースも伝えられました。そのテレビ局によると、ピンクベノムの歌詞で特定商品のブランドを言及するなど、放送審議規定第46条の違反を理由に不適格判定を下したということでした。歌詞のどの部分にブランド名が言及されているのかと思い確認したのですが、これは破壊者の人生、仮面をかぶって私は未だセリーヌにいるという歌詞を確認することができました。この程度でテレビ局における不適格判定を受けるという事実には驚きも隠せませんが、他のテレビ局では許可されているにもかかわらず、このテレビ局だけがなぜこの判定を決定したのか理解に苦しみます。しかし、全てのアーティストが共通して適用される決まり事でもあるため、これ以上の不満は言及しないこととします。もしブラックピンクが該当テレビ局の番組に出演するには、歌詞の一部を変更するなどしてテレビ局に対し最新の要請をするのが一般的な方法のようなのですが、これにブラックピンクの所属事務所である YG エンターテインメントは最新を要請しないという異例の決定を下しました。 YG のこの決定を聞いたファンたちの間には、どうせ忙しいので番組の出演も難しい、売れている K-POP グループなので惜しくはない、今はテレビ局側が時代に合わせるべきだ、などの多様な反応が見られました。果たして今回のテレビ局不適格判定によって、ブラックピンクの韓国内での活動に何か支障はあるでしょうか。皆さんはこの YG の決定に対してどのような考えをお持ちですか？